のメリークリスマス。はい、カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。マテリアルのあゆみです。でもコミュニケーター高橋由紀です。専用流柔術の柿本です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。ということで今日はクリスマスです。イエーイ。はーい、12月25日ですね。はい、はい、ということでもういろいろ考えたんですけどね、はい、あのあれやろうこれやろうとか考えたんですけど、もうなんかそんなことより、はい、俺クリスマス大好きなんですよあのちっちゃい時からなんかそういうなんかクリスマスパーティーとかなんかもう大好きやったんでもう楽しく行こうよ、はい、まああの24日のイブじゃないんですけど、今日が本ちゃんのねクリスマスの日ですから、ぜひまだ今日朝ですからね、今ね、朝10時45分配信なので、はい、まだまだ今日1日ありますんで、皆さんこの、クリスマスを楽しんでいただくために、いろんな企画というか、まあ、企画一つだけなんですけど、それで皆さん楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと、はい、いうことで、30分お送りさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は何の日、気になる日はクリスマスです。あ、そうやね、そうやね、クリスマスです。そうやね、まあそれしかないわな、はい、それ以外入れてきたらややこしいからね。はい、わかりました。はい、もうそれで止めておきましょう、はい、きっといろいろあるんやろうけど、いっぱいありました。はい、で、今日何するかというとですね、はい、あのまあ映画関係の人ばっかりなんですよ、ここにいるのは、はい、あのこの人も一応映画のプロデューサーをやったことがあるんで、はい、ステンバットしてましたけど、いらんでしょ。はい、で、まあそういうことなんで、はい、それぞれのね、おすすめ映画、ね、今日せっかくそのクリスマスの日をね、一、はい、日、楽しんでもらうために、よかったらこの映画見てもらったらいいんじゃないかなっていうのを、みんなでですね、プレゼンしようかなというお話したいのね。はい、はい、まあ大体でいいんですけど、大体3分ぐらいで喋、ね、はい、っていただければありがたいなという感じでございます。はい、はい、はい、ということで、トップバッターは、はい、噛んだ人。だってオープニングにいることないな、急にやったから、ね、めっちゃ噛んでたよね、めっちゃ噛んでたよね、マテリアルをかぶってどういうこと。はい、ということで、はい、はい、マテリアルのあゆみさん、はい、よろしくお願いします。私の好きな映画はこちらです。はい、ダンサーインザダークです。いきなりダークやね。めちゃめちゃダークですよね。はいはい、でもめちゃめちゃ、はい、好きで、はい、このね、あの歌いながらこう、うん、自分の中のイメージでこう、うん、音を自分の中にこう取り入れていくっていうのがすごくなんか好きで、なんかあちょっとわかるっていうところも私にあったんですよ、思ってしまったんですよ、ね。もうそれで、ね、2000年に公開された映画なんですけど、はいはい、まあ22年前にはなるんですけど、はい、その時の自分にちょっと重なるところもあったりとかして、ね、ダメやったらダメやけど、うん、そういうところもあって、なんかクッと入ってきた映画だったんですよ、その時代には。はいはいはい、で、また最近また見たんですけど、うん、あ、こんなんやったっけと思って、なんかやっぱ、ね、20年も経てるからな。そうそう、年齢を変えると、やっぱこの映画の中の雰囲気もやっぱ全然違うなって思って、はいはい、なんかその20代の時とかはすごい感銘を受けて、わーって思ったけど、あ、20代じゃないんか、うん、ですね。俺あえて触れへんよ。じゃないか、もうあえて触れへんよ。もうあの、いや、もう騒がれたくないから、俺も。そうですね、いい人でいたいの。クリスマスだしね。そうですね。はい。メリークリスマス。っていうのもあって、メリークリスマス。っていうのもあって、すごくね、はい、あの印象に残ってる映画だなと思って、うん、はい、私はこの映画が好きだなと思っております。あ、はい、なるほど。どうですか、はい、あの、なんかこのダンサーインザダーク。思い出が。僕も見ました。結構好きです。最後のが衝撃的で、うん、もうその時の最後のシーンで私ポロンと涙が急に流れたんですよ。はいはいはい、はい、でもう映画館で見てすごく衝撃を、最後のシーンは衝撃を受けました。それあれよね、あの演出家としてはそう言ってもらえるとすごい嬉しそうなんで、ね、絶対ね、うん、最後の瞬間にポロッと出たっていうのがね、うん、完全に狙い通りなんでね、うん、あーそっか、グーって溜まったものがポロンって来ましたね。笑ってるけど見てないよ。ああそうなんですか。見てないよ。暗いね、暗いもんね。ちょっとね、暗い。
あんたほんまあれやな、あの旧作にはすごい手痛い旧作には手厳しいだからね、クラスのためにね、映画館に、ねひどいひどい出やすい幕だとかってなかったあ、そうですよ、そうですね、そうです無駄ですまあまあまあ、だからあれなんですよね、うん、その、なんていうんですか、暗くなるというか、うん、あの人間ってほら、うん、あの暗く落ち込んだ時に、うん、落ち込んでる自分に浸ることで、はい、上上がれるとかってあるよね、うんうん、だからそういう意味でもあのこういう映画はね、すごくいいんですよ、うん、そうですね、はいうんはい、はい、ということで 4K 版の公開です 4K 版来年来年来年23年今年あ、いや来年来年まだもう来年もう来年メリークリスマスメリークリスマスということで、来年 4K 版ですね 4K、はい、楽しみですね、それもねはい、はい、でしたはい、ありがとうございましたはい、では、まあ、柿本さん行きましょうかあ、私はい、はい私はですね、はい、ピンポン。ピンポン。はい。あ、ピンポン。久保塚洋介。そうそうそう。ビッグコミックスピリッツに、はい、連載されていたあの松本太陽、はい、天才漫画家ですね。で、これは2002年公開。はい、で、工藤官九郎さんが本を書かれたやつで、はい、あとはなんかまあ久保塚洋介さんと。今現井浦新さんがまだアルファベットの方で活動されてた時、はいはいはい、あとは中村獅童さん、それと大倉浩二さん、はい、というであとサム、まあ、サムリーさんという方も迎えて、はい、なかなかのきら星のような、はい、であとそれを竹中直人さんと加賀まりこさんが固めるという形だったんですけど、いわば周りはですね、あと大人計画の人たちの大人計画の人たちがやられるやって結構割とダークゾーンに入っていく話が多いんですけどそういうの中の珍しく明るく楽しく祭りになったもので、はいはい、ですごいなと思ったら当時大丈夫かなと思ったんですよ、正直やっぱり松本太陽好きとしては、はいはい、でところが何でしょう、その配役を見た段階では分からなかっても、うん、映画として仕上がった時にちょうどその原作のカット割りであるとか、うん、小回りので CG とかをそのなんていうか技術としてバーコースゲーザーって使うんじゃなくて、あくまでもそのテイストを生かすために仕事するべき人たちが仕事してるっていう感じの、うんうん、なんかすごく一番なんかコマでなんかこういうコマとかあるわけで、こういうコマとか、ああいうのああいうのああいうのもうちょっと前出てやった方がいいんちゃう俺らに向かってやるああいうのああいうのまあまあちょっとほどほどにしてみたいちょっと画角がいつもと違うでそうそうそういうのを本当にこうやってしまうっていう、た例えばそうですね、これは後で写真で、はい、こういうようなカットとかですね、はい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 、本当にちょうどコミックスの一コマの、うんはいはい、それをね感じを切り取ってやってたり、あとまあ DVD の方にスピンオフでピンポンっていうのが入ってて、うん、荒川よしよしさんが主役のやつが入ってて、はい、卓球部の部長がおるんですよね、なんか、はいはい、すごい好きなセリフがあって貴様、ハゲとはなんだハゲとはとかいうセリフがなんかもうあの人しか言えないセリフもうそうですね、僕らが言うたらあかんからね、はい、ただもうまあ、そういう、なんていうんですかね、すごくそういうテイストをしっかり活かしながらも最後にまあ、大団円にガーッと厚く抜けていくっていうエネルギーがすごい好きだったお話でした。はい、はい、はい、ありがとうございます。いやもうなんかまるでプロのプロデューサーかのような喋りでしたね映画で出演抜刀しましたからね、はい、いやいやいや出てきたあでも今日はクリスマスやから、クリスマスメリークリスマス、メリークリスマス。いやいや、どうですかピンポン、見た？私見てない。見た、うん、どうです？でも面白かったですけど、うん、僕印象すごい印象というかね、うん、ちょっと裏話なんですけど、うん、予告編のために走ってるシーンをめっちゃ撮った、うん、あーなるほど、実際に本編では走ってるシーンがないそれを聞いて、そんなんするんや、面白いね、そういうの面白いね、はいはい、本編だが出てこないのに予告編のための撮影をやってる。あ、そうですね。横田さんにめっちゃ走らせた。予告編のために走らせた。予告編走ってた。でもそれが本編の中では一切走ってない。そうかもしれない。
掘り下げてた。よかったですね。あ、よかったよかった。いやいや、メリークリスマス。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあどうしましょう。じゃあ、あれ、行きましょうか。はい。はい、僕はね、ちょっと軽くですけど、ね。はい。来ましたね。テッド。はい。テッド、まあまあ、ね、はい、はい、はい。テッド、まあ、ちょっと僕は、うん、最近見たんです、うん。最近見たんですけど、まあ可愛らしい、まあ熊野という、はい、はい、可愛らしさと裏腹の、はい、あの爆弾発言連発、ね、そうですね、はい、下品な下ネタだ、はいはいはい、そこがすごいなんて面白くて、えぐい下ネタが多いですね、なんかハマりましたね、はい、ちょっと引きましたけど、うんうん、見てるうちにどんどんハマっていきます、はい、分かる分かる、うん、なんか英語なんですけども、うん、まあ吹き替えの方がまあまあ日本人からしたらちょっとハマるのかなとは思いましたけども、はい、まあ、英語で見てもすごいなんか下品さがどんどん伝わってくる。いや、あの一緒におるおっさんらの下品さがまたたまんないんですよね。一緒におるおっさんらがカッサーそうですね、という笑い方するやつらばっかり、はいはい、やっぱクマがほんまにその、ね、人間の仲間って、はいはい、そういう風に見えてくるっていうのは、うん、やっぱり面白いな、面白かったですね、これね、うん、はい、あのリアルさというか、はい、うん、でも2ではね、やっぱりその人権、はいはい、勝ち取るやなんやっていうね、はいはい、そういう話になってくるんですけど、やっぱりその真剣で生きてるところを、うん、まあまあ、もちろん内容ちょっと下品なんですけども、はい、まあ、結構面白く見れるんじゃないかなと思います、はい、まあ、R15 でしたけど、はいはいはい、そうそう、教育上よろしくないですか、はい、よろしくない、ちっちゃい子にはお子たちは見たらあかんで、はい、はい、子供が喜ぶような発言がいっぱいありますね、これね、あるけど、一応見たらあかんことになってるという、はい、やつですね、はい、2が好きですね、あー、はいはいはい、2にいっぱい出てくるじゃないですか、ね、あの正直にあのキャラクターも出てくる、はい、そうですね、それだけでスターいっぱい出てきますね、ゴーンはだからフラッシュゴールドですよね、はい、あのネタです、ピンチをね乗り越えていくっていうのもね、はい、ありかなと思います、はい、まあ、こう楽しい映画でございます、はい、はい、クリスマスにそうですね、はいはいはい、家族で、はい、家族で、いや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 あかん、いや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 ダメ、メリークリスマス、メリークリスマス、スマスカトはやっぱ無理はできへん、はい、ちょっと気まずくなるかもしれない一緒に見てたらそうね、そうね、そうかもしれないね、はい、追っ始まってもいいかも、はいはい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、じゃあ、高橋さん、はい、はい、これ皆さんこれこれですよ、もうね、来たよ、来たよ、クリスマスやねんからね、はいはいはい、来ました来ました、はい、ちゃんと奥さんにはグリンチですね、はい、グリンチ、はい、あの、まあ、サンタクロースよりもこの緑の方が好きです、はいはいはい、まあ、エルフとも言われてますけども、うん、奥さんとグリンチしていただきたいなと、はい、いただきたいですね、はい、そして大人の方は、はい、ジムキャリーの方のグリンチですね、はい、これを見てほしいですね、はい、これもまあ話はね一緒なんでね、うん、あれですけどね、これを見てましたから、はい、ほんでほんで、これ去年も言いました、はい、カップルには、あ、ラストクリスマスですよ、来ましたね、あのワームのラストクリスマスが主題歌になったっていうのは皆さんご存じなくて、アメリカでは流行ったんですけど、日本では全然ひっくり返った映画でございますよね、はい、だからなんでこのグリンチかっていうと、このその彼女がそのグリンチの格好してバイトをしてるってね、いうところにも人があって、はい、サンタクロースではないっていうところにもちょっとで全部ネタがあるからね、はいはいはい、そんでまあそういう、貧しいところ方のクリスマスも描いてた、はい、で一緒に楽しもうというそういうなんか温かいエピソードも入っているので、はい、見ていただきたいと思います、本当ファンだってございます、はいはい、明日見るとちょっと冷めるんでね、今日中に、ああ、ね、ちょっと皆さん今日見てね、今日見てね、今日ね見られへんかったらもう2022年のクリスマス来年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 、はい、だからもう明日26はもうダメ、今日です。はい。はい、26はもうピンポン見てください。明日はぜひ。まあそうですね。だからね、あのタイムリーなやつってね、やっぱりねそういう
その時に見たらやっぱ盛り上がるとかっていうのはありますからね。はい、マジで絶対たまにありますよね。アメリカがクリスマス、日本来たら夏にしてね、全然ラストクリスマス聞いてもね、何とも思えへんっていう、ね、まあ言ったらあれですから、ね、南半球は今夏ですからね、うんうんうん、だからあれですよ、何やったっけ、ハワイのサンタさんはサーフィンを、うん、サーフィンでイエイイって言いながら配っていく、まあ、昔からみんなそれ慣れてたらね、そう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 はい、さあさあさあということで、ここでですね、お一人メッセージをいただいている方がいらっしゃいますので、はいはい、皆さんで、ちょっとまずはメッセージをご覧ください。カモンマテリアルの皆様こんにちは。ワープロジェクト大使の宮本です。ワープロジェクト大使は国内では地域活性化、国内外では平和活動を行い、かれこれもう8年目に入ります。カムイエンタープライズの日浦さんには本当に大変お世話になりご協力いただいております。今回おすすめの映画ということで、マトリックスという大変有名な映画をご紹介したいと思います。第1作目は、調べたところによると1999年、もうまさに世紀末に公開されたようで、その後2作目、3作目、そして、今年12月の17日には4作目となる、レザレクションという新作が、公開されました。なぜ私がこの映画を、おすすめしたいかというとですね、非常に深いんですね。当時はアクション、映像の部分でもっぱら話題になったわけですけれども、私自身当時は全然見てなかったんですね。ところが実はこのワープロジェクト大使の活動を始めた後に、まあ、あることがきっかけで、このマトリックス見ましてですね、特に第1作目は20回ぐらい見てるんじゃないですかね。そのぐらい僕に影響を与えてくれました。とても哲学的な映画なんですね。その中でも大変有名なシーンがあります。主人公に対して、青いカプセルと赤いカプセルとどちらかを選びなさいと、まあ、それを服用しなさいということなんですけれども、赤いカプセルを飲めばあなたの知らない本当の世界、そして、本当に新たな世界を知ることになるでしょう。青いカプセルを飲めばまた元の平凡な日常生活に戻ります。どちらを選びますか、大変有名なシーンです。それだけじゃなくてですね、この映画監督が、ウォッシャウスキー姉妹、実はですね第1作目の時は兄弟だったんですね。お二人とも性転換手術を受けて今は姉妹になったんです。今は多様性の時代と言われてますけれども、今から約20年前、時代は大きく変わる中で20年前、その性に対する意識っていうのは随分ともう違ってたと思うんですよね。そういう意味で言うと彼らはなぜこんな哲学的な映画を作ったかといった時に、やはり普通の人が感じないこと、思わないこと、ものすごく悩んでそこから生み出された映画だからかなというふうにも、感じているわけなんですね。ぜひご覧いただけたらと、まあ、僕のおすすめです。で、来年の抱負ってことなんですけれども、このワープロジェクト大使8年目に入ったわけだけれども、改めて赤いカプセルを選ぶか、それとも青いカプセルを選ぶのか、それを問われているような気がいたしております。とにかく、新たな年、皆様にとりましても素敵な1年となりますように、心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、まあ、宮本さんがね、マトリックス、僕これ覚えてますよ。初日に行ったんですよ。
初日。そうそう、先行ロードショー、あの先行オールナイトロードショーで、すごかったですよ。もうものすごい長蛇のやつ見るために。で、あの梅田で、梅田のヘッドのあたりこうぐらずらずら並んでて、で、あの中入って見て、見終わってから、まあ、あのその時の上司というか先輩と一緒に見に行ったんですけど、あの見終わってから2人ともかっこいいなーって言って思わず叫んでしまった。叫びたくなるというか、なんかね、みんなね、なんで俺今長いロングコート着てへんのやろみたいな感じで、であれからやたらと長いロングコートが流行ったのよ。マジでマジで、あの、そのスーツ着てても上から長いロングコートを着るみたいなのが流行ってて、なんかこうバサバサするのがねかっこいいみたいな、なんかそういう、あ、もうほんまみんなミーハやねんな。俺もミーハやったけど。でもすぐみんなね買いに行ってね、ナポリックスっていうのやったでしょ。あ、はい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 、ね、やりました。何人かでやってみたいな。そう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 、スローモーションでね。お前やるやる、このパートあるある、はいはい、そうそうそう、まあまあそういう意味ではすごい、あのなんていうし、時代をこう一つ変えたターニングポイントやったような気がするんですよね。だって映像技術とか撮影技術的に言っても、あの撮影技術っていうのは彼らが生み出したやり方なんで、あの360度に、120個のカメラを、はい、静止画カメラですよね、それを、配置させて、一瞬で全部回すっていう、ね、それであの1コマ1コマをこう1個1個映っていってるように見せるという撮影技術は彼らが開発してますからね。やっぱすごいです、はい、あれ以降あれがめちゃめちゃ流行って、あのめちゃめちゃ困ったというか、多分あの技術さんとかすごい嫌やったろうなと思うんですけど、あのセッティングめっちゃ時間かかるみたいな話があったりとかして、まあ当然あのカメラの台数多いだけに、はい、あの なんかあのレンタル屋さんがめっちゃ儲かったみたいな話ですね。はい、そんな感じの、マトリックスでしたが、はい、また新作が今ね、公開してますので今、はい、はいはい、12月17日からですね、はい、はい、レザレクションですかね、はい、はい、キアヌ・リーブスが、はい、またね、キャリアモスと一緒にやってますから、はい、また、残念ながら先行ロードショーは見に行けなかったんですけど、ぜひ見に行きたいなと思ってますけど、はい、ということで、宮本さんありがとうございました。ありがとうございました、ました、はい、では最後私でいきたいと思うんですけど、はい、これねもうね、映画何が好きって言われたら僕大体スパイダーマンっていうんですよね、スパイダーマンシリーズっていうんですよね、はい、あのサムライミ版ですよ、はい、サムライミ版でないと僕スパイダーマンって認めてないので、まああのまあいいわ、スパイダーマンになっちゃうんで俺。で、ただクリスマスにっていう話になったら僕おすすめしたのがこれで、ラブアクションです、これイギリス映画です、はい、だからちょっとあのアメリカの映画とはちょっと違う感じなんですけど、はい、あのまあまあそうそうたる人が出てますよ。リアム・ニーソンも出てますし、はいはい、ね、これそうヒュー・グラントとかね、はい、出てますし、あとねこの時ねまだね、新人さんだったんですよ、キーラ・ナイトリー、あのあれさ、あの何だっけ、あの、海賊、はい、そうそう、パイレート・オブ・カリビアン、もうおっさんの会話めっちゃもうクリスマスにおっさんの会話ここで展開するって、あれやあれやあれよ、あれや、海賊パイレーツ、あーパイレーツ・オブ・カリビアン、まあまあさすがメリークリスマスですね、メリークリスマス。あのパイレーツ・オブ・カリビアンであのヒロインとして登場して、あのすごいあの有名になったあのキーラ・ナイトレとかもね、実はこの時新人さんで、あのかなり抜擢されてこう出てるんですよ、すごいいい役で出てます、はい、とか、まああのそうそうたるあの役者さんが、なんと、10人の男女の、すれ違いというか、あのそれぞれくっついたりくっつかなかったりいろいろする流れがあるんですけど、しかも全員つながってるんですよ、今回だから群像劇なんですけど、あの本当に最後はねハッピーな気持ちになって終わるっていう、はい、すごい素晴らしい作品だと思ってるんですけど、はい、これはあれですね、僕は嫁があの試写会のハガキ出した方って、どこで見たっけ、多分あそこですね、あそこ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 、あそ
違う運動会か。いや違う違う浅井生命法。いや違う、中野島のフェスティバルホール。いやフェスティバルフェスティバルホール。いやフェスティバルフェスティバルホールで見ました。おさむかいはパート2。メリークリスマス。はい、という、作品ラブアクチャリーでございました。はいはい、はい、ということで、まあやってきたわけなんですけれども、はい、いよいよ、もういい加減いい時間になってきまして、はい、そろそろ歌聞きたいですね、うん、歌聞きたいですね、ですね、はい、ということで、大変久々なんですが、歌っていただく方呼んでおりますので、はい、みんなでちょっと声揃えて呼んでみますか。はい、はい、いきますよ、せーの、シスター系メリークリスマス。はい、ということで久しぶりにシスター系でーす。メリークリスマス。いや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 、ほんま久しぶりやね。めっちゃ久しぶり、ね。今日は何の歌を歌っていただくんですか。今日は We Wish You a Merry Christmas。 はい、もうタイトルだけでね、みんな多分分かると思います。はい、まあもうこのドメジャーなやつをみんなで知ってるからね、うん、あの向こう側からも歌えるかなと、はい、乗れるかなと一緒にね、うん、みんなでね、みんなで歌えたらいいかなと思って、はい、この曲をやりたいと思います。はい、はい、いいのかしら。はい、じゃあ行きますよ。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.はい、シネマコミュニケーター高橋由紀です。1年間どうもありがとうございました。皆さんに映画を好きになってもらうためにいろいろ紹介してきましたけど、皆さん反応して映画館行っていただいたでしょうか。来年も、皆さんが映画館に向かわれるように頑張っていきたいと思います。1年間どうもありがとうございました。良いお年を。メリークリスマス。天陽龍柔術の、柿本です。さあ皆さん今年はどうだったでしょうか。私は、自分の流派を独立させてちょうど10ヶ月ぐらいになりました。でこれからちょっといろいろ挑戦していきたい年です。ですので皆さんお一人お一人にとってワクワクするようなそんな、年末年始になりますように。良いお年を。マテリアルのあゆみです。メリークリスマス。ということで今年ももう終わりですよね。今年もありがとうございました。来年たくさんの人にねお店に来てもらいたいと思っておりますので、またイベントなどたくさんお知らせいたしますので、ぜひぜひ遊びに来てください。じゃあ来年もよろしくお願いします。メリークリスマス。マテリアルの坂部五郎です。2021年11月から、まあマテリアルの方オープンしましたが、まあいろいろねイベントもなかなかこう一気にはできないんですけれども、徐々にやり始めております。そして、今年は、自主映画もそうですけども、メジャー映画もたくさん出会うことができました。来年もたくさんもっともっと、倍いや3倍いや5倍10倍ぐらいの、映画と出会いたいなと思っております。2022年もよろしくお願いいたします。それでは良いお年を。はい、メリークリスマス。ということで令和3年今日が、最後の配信ということになります。今年1年間本当にどうもありがとうございました。めちゃくちゃ、楽しんでこの1年過ごさせていただいたんですけども、来年令和4年はもっともっと楽しい1年になるように、そして、もっといろんなね映画関係者と一緒にいろいろ楽しいインタビューというかいろんなお話ができたらいいなと思ってます。またこの番組で紹介していきたいと思いますので、皆さん来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。イエイ。